はい、こんな感じでグラ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 沸騰してます。バジルの乾燥バジルを使ってます。で、混ぜ混ぜします。ポポポポポパパッチ参入です。今日はですね、スパゲッティ、フライパン一つで作るスパゲッティを作ります。すごく簡単で手間がまるっきりかかんないというスパゲッティなんで、ぜひ見てください。ベーコンを細かく切るだけですけど、包丁使わないでやります。今回はなかなか包丁使わないでやるのキーポイントですよ。もう一人者の方でも簡単にできますので、ぜひトライしてみてください。それでは始まーす。パスタですね、 100g です。で、これ1個だと入りきらないんですね、鍋に。だからこれを半分に折っちゃいます。手でバーキー、こんな感じですね。薄切りのベーコンですね。これハサミでちょきちょきって切っちゃいますよ。包丁使わないから手切ることもないですね。はい、こんな感じです。そしたらですね、お水です。 500cc 入れます。お塩小さじ1杯、ドン。これで完了で、あとは沸騰して7分待つだけでございます。こんな感じでグラ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 沸騰してます。これは火力は家庭によって違いますけど、あとパスタの太さによっても茹で時間違いますけど、これ後でレシピに書いておきますんで見てくださいね。うちは結構硬いのが好きなんで固めに茹でます。移してみる。ここで乾燥バジルを使ってます。生でももちろんいいですよ。ここでオリーブオイルです。で、混ぜ混ぜします。これで出来上がりですよ。完成です。試食用にちょっと取りました。もっちりアルデンテ、塩加減いいですね。ママさん、今回は部費いくつでございましょう。今回の部費は部費2つです。ありがとうございます。部費2ついただきました。で、これ皆さんですね、もちろんフライパン一つでやってるんで、ぬめりが多少あります。分けてやった方がもっと美味しくなりますけど、十分これでも美味しいですんで、一度トライしてみてください。それじゃあ、さようなら。バイバーイ。バイバーイ。あれ